早速ですけどね、まあ、小銭入れですけどあんまり最近こういうの使わはないですかね普通あのガマ口ってこれポッチがね2つあるんですけどこれ内蔵されてるタイプでちょっと開けにくいんで僕開けますがちょっと手のひら出してもらいますこれねコインだっていうのはなんとなくわかると思います謎のコインですよね見たことないですよねちょっと皆さんこう見せてあげてください穴の開いたですね、まあ、中国のコインのまあイミテーションでございますけれどもこのサイズがねマジシャンは大好きで あまり他の方知らないかと思いますが日本の500円玉よりもちょっと大きめ、うんえー、まあアメリカの1ドルコインってすごい大きなコインがあるんですけどあれよりまあちょっと小さいぐらいでこれ実はサイズ的に言いますとねこれイギリスのですねペニーコインとほぼほぼサイズが一緒なんですよね、うん、こうするとまたこれ元に戻るんですけども、うん、あの実はね先ほどのペニーコインっていうのがですねイギリスのまあ個性なんですけどもサイズはほぼほぼ一緒なんですよでも問題はですね サイズはまあ分かるとこの穴の部分どこにいったのかってよく言われるんですけどこれ実はねこのイミテーションねペニーコインよりもね厚いんですよねはいでペニーコインは薄いんですよね、まあ、ですから一応長じが合うって話なんですけどこれちょっと分かりにくかったですね、はい、一応こちらのコインをギュッと押し潰すとこれでまたペニーコイン<ー>面白いのはこうするとですねこれアメリカの銀貨に変わってしまう、まあ、もちろんよく見ると穴の開いた中国のコインというですね まあちょっと珍しいコインをご覧いただいたということでございます。まあそれだけの話でございます。はい、解散。ね、<laughs> さあ、いつもはですね、あのコインね、これ穴が開いてるんですけれども、あれにプラスアルファで古い古銭をまあ五六枚使ったね一連の手順があるんですけど、それは皆さんバックナンバーをねご覧いただいてお, <laughs> お楽しみいただければと思います。今日は一応トランプでございますけれども。 まあ、トランプというのは裏のデザインは全部一緒なんですが表がですね、まあ、当然ですけどバラバラですねこれバラバラじゃなければトランプとは言いませんからねで最も目立つのが、まあ、ジョーカーっていうのもありますけど今日はエースを使いますエースが、まあ、4枚必ず入ってるわけでございますねでエース以外にあと2枚使うんですけど赤いトランプの中からですね1枚何でも選んでください、はい、ハートの7 ハ、ね、ート7ではじゃあスペード7とハート7ねこれ覚えやすいと思いますのこの2枚を使いたいと思います、えー、ではね黒い7担当ね、はいはい、何が担当か分かりません一応忘れないでくださいね <laughs> 僕がうっかりすると忘れちゃいますねこれハートの7担当ね、はい、そして4枚のエースがございますさあまずは赤い7からいきますけどもこの赤い7をですねエースの間に挟みます ちょっと押し込んでもらいます、はい、はい、これで揃いましたさあ、エース4枚と7が1枚でございますので1、2、3、4、合計5枚でございます、うん、はい、ここからがマジック振るんですね振るんですね、振るんですね,振るんですねだいたい3回ぐらい振るとですねこれ、1枚消えるんですね<ー>赤いカードが消えますまあ少なくとも消えた感じがしますね、うん、本当に消えてるかどうか皆さん半信半疑だと思いますけど ではもう一度ね、見逃した方のために、今度は黒い7、これお客様担当の黒い7、こちらをですね、間に挟みます。ねエースの間に挟みます。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、でフリフリするんですよ。フリフリね。もうさっきよりも多めにフリフリしてますね。多めにフリフリしますと、これまた今度ね、黒い7が消えてしまうと。 でよくですね、カードがうまく重なってね、隠れてるんだろうという方もいらっしゃるんですけど本当に消えます。はいうん、で消えますと僕言ってますし少なくとも見た目は消えた感じはしますけど本当に消えてるわけでは多分ないんですよねきっとねこれ手品ですからねどっかにあると思うんですよ。でそれを皆様に見つけ出してもらおうということでございます。カードをですね、このように。 四つの山に分けていただくんですねじゃあ、真ん中あたりでストップとはい、ストップこれでよろしいですかはいさあ、ではこれね、さらに半分に分けてくださいどうぞ、はい、はい、ありがとうございますお、ほぼほぼ一緒ですかね、うん、じゃあこれも半分に分けましょう,うはい、ありがとうございます 皆様が正確に何枚ずつ分けたかは誰もわからないわけでございます分けた場所にエイスを置きます、はい、ではストップと真ん中あたりでねこれよろしいですかカットしますで重ねますねでは同じように適当な場所でストップと、はい、おー落ちちゃった、はい、適当で構いませんいいですかここで、はい、はい。カットします さあ、見つけ出しますよ。ハートの7とスペードの7あ、ちょっと統計してこなかったですけどね。だいたい今までの経験上8秒もあれば大丈夫ですこうするとですね、ほら、<ー>なんとエースの間にカードが1枚ずつ捕まってしまうわけでございますねハートの7とスペードの7で間違いなかったですか、はい、はい。こちらがハート7、<ー>こちらが スペードとということでございます、はい、ではですね引き続き、まあ、エースだけあエースだけって言いましたけどエース以外のカードも何枚か使うんですよ、まあ、主役は4枚のエースですけどね、えー、エース以外のカードをこれまあ4枚ですね456789101112枚使いますでエースがこの中には含まれてないことを確認してください全部で12枚ですそして12枚と 4枚なので16枚ということですね。はい、時々自分でね言ってて分かんなくなるんですけど合ってますね、圭さんね。はいはい、ではエース4枚ね、皆さん目を離さないでください。このスペード、まあ、一番目立ちますね、形としてはね、大きめに印刷されています。これ、僕のそばに置いておきます。で、残りの2枚はお客様のそばに。で、もう1枚は一番ちょっと僕から離れた場所に置いておきますね。で、エースの上にですね、3枚ずつカードを重ねるんですが、えこういった山が全部で4枚。 え、4組できますので、まあ、16枚ということになります。では、まずね。こちらから行きますけど。えー、クラブから行きます。1枚2枚3枚のまあ、関係ないカードですね。その上でエースをフリフリするとまあ、消えると、えー、はい。1枚2枚3枚4枚枚数はね4枚なんですけどもエースが消えた感じがします。えー、もちろんですね。まあ、先ほどもエースの間で消えたカードがまあ、皆さんによって見つけ出されるってなりましたけども。 まあどこかにあるはずなんですねで気が付くとですねこちらの方にエースが移動してくるということでございます<ー>もう一回いきますよ今エースはこれ2枚です黒いエースが2枚集まってる状態ひっくり返しまして1枚2枚3枚の上でフリフリすると消えるんですね<ー> 1>, 1枚2枚3枚そして4枚消えたエースがですねなんと こちらの方に移動してくるというわけでございますさあそうすると今ですねスペードでしょダイヤとクラブが集まりましたので残りは1枚ということになりますマーク分かりますハートそう皆さんの大好きなハート,ハート今ね声が大きかったですね分かりやすくて良かったと思いますでは同じことやりますけどもちょっとやり方変えますねまずこちらの方に置いておきます 今まではこの関係のない3枚の絵でフリフリしましたけども、ちょっとやり方変えます。で最後のハートはですね、ここにバツ印を書きまして、バッテンの上を擦るんですね。そうするとほら、まだ消えてないんですね。まだ消えてないんですけれども、バッテンをちょっと太めに書きまして、こすると、これ煙のように消え失せる。 本当に消えるんですね。これね。えー、そして消えたエースはこちらの方に集まってしまうというわけでございます。<ー>ありがとうございました。まあ、エースを使ったトリックというのはまあ、古くからね。人気あるんですけど、まあ僕も大好きなんですけどね。ただ言い方一つでね。何でしょうね。こう雰囲気って変わりますよね。まエースでもいいんですよ。エースでもいいんですけど、例えば？ 今から王様のカードをしましょうと言ったらなんかこう自分が偉くなったようなね感じがしますよね王様のためのマジックかななんて感じがしますけどもまあトランプの中には必ずこれキングね王様のカードは必ず4枚含まれてますからちょっと気分を変えて4枚の王様を使ったトリックをちょっとご覧いただこうと思います。マークは4種類ございますけども皆様はマーク一時気にしなくても大丈夫です。 キングが 1, 2, 3, 枚あると。これれだだけ忘れないでください。でくさちょっと置いときますね。であとですね対照的なカードを4枚使います。これ何でもいいんですけどもその時の気分によってねこれもカード変えるんですけど、えー、絵札ですから、まあ、数札にしましょう数字のカードにしましょう例えば897あと6あたりですかね、まあ、こんな形。 えー、黒いカードが一応こちらも4枚これ忘れないでください1234枚さあ今から行うトリックはですね4枚の数字のカードと4枚の絵札まあキングを使ったマジックですで数字のカードはですね一度に使う枚数は3枚なのでちょっと後でねこれまた使いますけどまずは3枚でやってみますよこちらのカードの間にキングを挟みます間違いないですね よいしょ黒の間にキングもう今日おなじみのアクションですね。フリフリリするとこれキングが消えま,すまあ消えたというかまあ黒い数札に変わってしまったというか、まあ、解釈はねいろいろあるんですけどもこれで黒いカードがまあ1枚増えたことになると。でもう一度やります。間に あ、時計してませんでしたけど、ね、ちょっとね、今日は時間をね、ちょっと省略、ちょっと省くために2枚まとめてやってみましょうね。これはね、ちょっと2枚まとめてだとね、ちょっとタイミング難しいんですけどね。これ、あ、来た来ましたね。こうすると、これで2枚とも消えてしまうんですね。うん。黒がまず1、2でしょ ?3、4、5、6、5で7枚になりました。で、枚数がちょっとおかしいか。 あ、さっき二枚消しましたので。はい。で、これで一応四枚増えたことになりますかね。で、常に三枚と、それから一枚でいきます。こんな形。これでゆっくりできませんのでね。最後のキングが消える瞬間をお見逃しにならないように。こんな感じで消えます。<お>もう間違いなくキングが。数札に。変わってしまいました。変わってしまいましたと言いましたけれども、なんとなくね、この四枚伏せてありますから。 あれもしかしたらこれはキングと入れ替わってんのかなって方いらっしゃるんですね。まあいい線いってますね。はい。こうするとですね、ちょっと面白いことが起こります。こちらの方がこれ四枚のキング。えー、さあこちらどうなってると思います？こうするとこれなぜかですね。 4枚のエースがまた再び出現するというわけでございます。